血液神経贋門とは、血液と末梢神経幹の間にあるバリアシステムである。血液の贋門とともに、神経系のバリアシステムとして知られている。神経系のバリアシステムとしては、血液脳贋門、血液脳脊髄液贋門、血液神経贋門、血液網膜贋門、血液脊髄贋門、血液迷路贋門などが、ブラッド、ニューラル、バリアーとして総称されている。ブラッド、ニューラルバリアーは、ただの障壁ではなく必要なものを能動的に取り込み、不要物を積極的に排出する機能を持ち合わせた、優れたインターフェースである。しかし、不要物の排泄や有用な神経栄養因子の供給を妨げることから、末梢神経再生の障壁ともなる。末梢神経の構造末梢神経には、軸索、2つの支持細胞、3つの結合組織性の皮膜及び血管が含まれる。支持細胞は、手腕細胞と神経節の衛生細胞がある。結合組織性の皮膜には、神経上膜、神経終膜や神経内膜がある。末梢神経の神経内膜内微小血管は、無窓型血管内比で、内腔は閉鎖体で互いに連結している。神経上膜は1型コラーゲンと繊維目細胞からなり、神経全体を包む。神経終膜は、軸索繊維をいくつかの繊維束に束ねる膜である。数層の同心円状に配列する繊維目細胞の層が神経終膜を形成する。この繊維目細胞はよそでは見られない2つの特徴がある。それは、基底板が繊維目細胞の外層に存在すること、繊維目細胞同士が閉鎖体で結合している点である。神経内膜は1本の軸索とそれに伴う手腕細胞を囲んでおり3型コラーゲンと少量の繊維目細胞からなる。末梢神経幹は2箇所ある強固な血液神経贋門により内部環境が保護されている。一つは神経内膜微小血管で血管内スペースと神経内膜組織を隔てる。もう一つは神経終膜で末梢神経外の細胞外組織と神経内膜組織を隔てる。神経内膜内微小血管に存在する血液、神経贋門構成細胞は、血管内皮細胞と周側細胞の2種類である。隣接する内皮細胞は、タイトジャンクションにより連結されて一層の間腔を形成し、その外側にペリサイトが張り付くという形が、血液神経贋門の基本構造である。この2種類の細胞は共通の1枚の基底膜で覆われており、内皮細胞とペリサイトとの間も同じ基底膜で隔たれている。内皮細胞とペリサイトは直接細胞膜同士の接着はない。血液神経贋門を構成する微小血管内皮細胞は非バリア性の内皮細胞と比較して以下の4つの特徴が知られている。まず無窓である。そしてピノサイト質が極めて少ない。隣接する内皮細胞間で高度に複雑で連続性のあるタイトジャンクションを持つ。また各種トランスポーター、レセプターを発現し、特有の物質輸送系を持つ。この4つの特徴は血液脳贋門と共通する。また神経系の内皮細胞はペリサイトが豊富という点も特徴とされている。神経終膜神経終膜は神経内膜を同心円状に取り囲む構造であり、複数列の神経終膜層とその間を埋める結合組織からなる。神経終膜層は1から15層と幅がある。隣接する神経終膜細胞同士はタイトジャンクションでしっかりと結合している最内層の神経終膜層のタイトジャンクションが液性因子の流入、流出を食い止めるバリアとして機能する。神経終膜細胞は扁平な輪状の細胞で以前は上皮細胞に起源を持つ細胞と考えられていた。現在では、繊維目細胞起源の細胞と考えられているが、神経上膜や神経内膜に存在する繊維目細胞と異なり、両側を基底膜で覆われるという際立った特徴がある。神経終膜細胞間のタイトジャンクションには、内皮細胞と同様のタイトジャンクション関連分子、例えば VE、カドヘリン、オクルリン、クローディン -1 などが発現している。クローディン -5 は存在しない。末梢神経の筋異端と遠異端に血液神経関門が脆弱あるいは存在しないと考えられる部位がある。筋異端の神経終膜は神経根部で神経根を取り囲む神経鞘に移行する。神経鞘は脳軟膜に類似した構造を持っており所々で連続性が途絶えて脳脊髄へ帰ると末梢神経実質との間に自由な交通路を生んでいる。そのため神経終膜間を満たす液体は脳脊髄液である。そのため末梢神経の遠異端まで髄液が流れている可能性がある。神経根部の微小血管バリアについては神経幹と同程度に強固という節からバリア機能は低いというものまで様々である。また遠異端に関しては神経終膜が末梢神経遠異部のどこまで覆っているのかは定説がない。神経節は血液神経関門が脆弱あるいは存在しないと考えられる。神経節全体は結合固有組織性の皮膜に包まれる。皮膜の外層は大量の抗原繊維と繊維芽細胞からなり、神経上膜と言われる。皮膜の内層は数層の扁平な細胞からなり神経終膜と呼ばれる。神経細胞体は大きさが著しく不揃いであるが、いずれも豊かな細胞質の中に丸く大きい核を持ち、核固定が明瞭である。神経細胞体の周りは一層の衛星細胞に囲まれている。衛星細胞の核は神経細胞のそれよりも小さく、形も不規則である。散在する神経細胞の間には、そこから出て複雑に走る神経繊維の束や、それを包む手腕細胞が数多く見られる。その他、結合組織細胞、抗原繊維、血管が存在するが、HE 染色では結合組織細胞の核と手腕細胞の核は区別がつきにくい。交感神経節や自律神経節では、神経終膜層は極めて強固であるのに対して、微小血管内皮細胞は有層性で細胞間に多数のクレフトがあり、内皮細胞からなる血液神経関門はこの部位では存在しないと考えられる。神経節には脳脊髄神経節と自律神経節がある。脳脊髄神経節とは、脊髄の後根にある交感神経節と一部の脳神経の途中にある知覚性神経節である。後者には三叉神経に付属する上神経節と下神経節、顔面神経に付属する膝神経節、内耳神経の下牛神経部に付属する螺旋神経節、内耳神経の前庭神経部に付属する前庭神経節などがある。これらの神経節は神経細胞体の集合と出入りする神経線維、その間にある結合固有組織からなる螺旋神経節と前庭神経節だけは双極性ニューロンからなるがそれ以外の脊髄及び知覚性神経節は偽単極性ニューロンからなる。自律神経節には交感神経幹を形成する間神経節、腹部の動脈を取り巻く、神経層に混在する自然神経節、内臓器官の内部や壁に見られる壁内神経節、一部の脳神経に属する副交感神経節などがある。交感神経幹にある神経節は大きく、内臓の内部や壁に見られるものは神経層の中にあって小さい。小さな自律神経節では、衛星細胞や皮膜が認められないこともある。例えば消化管の壁にある筋間神経層や粘膜下神経層では、皮膜は不明瞭である。血液神経関門の破綻のメカニズムには2つ知られている。1つは単核球のバリアを超えた神経実質内への侵入。もう1つは血液神経関門を構成する内皮細胞間。あるいは神経終膜細胞間のタイトジャンクションの破壊、機能不全を介した液性因子の神経実質内の流入である。これらの詳細なメカニズムは血液脳関門で研究されており、血液神経関門での詳細は不明である。神経終膜細胞間のタイトジャンクションの破壊による液性因子の神経実質内流入が血液神経関門での特有な病態となる。しかし、終膜のタイトジャンクションは極めて強力であり、通常は血液神経関門破壊による液性成分の漏出は血管内皮細胞の破壊によると考えてほとんど支障はないとされている。ありがとうございます。